はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人A です。今回はね、マーク11 MOD のね、春パッチのね、解説と、まあ、あとはね、マーク11のこのね、要するに DMR が今どんな感じになってるのかっていうことをね、説明していくということですね。マーク11のね、MOD はね、全般的にね、春の修正で低反動になりましたね。うん。今まではね、左右とかがきつくて変に当たらない感じがあったんですが、今ではね、左右のリコイルもちっちゃくなって意外と綺麗に当たるっていう感じですね。まあ、マーク11はね、てかそもそも DMR 全般がね、エースとかがね、なんて言うんですか、AS23 アングルマゼルとかね、昔は超遠距離もやりましたが、なかなか今では遠距離やるのも難しくなってですね、遠距離をやる上で言えば本当にマーク11とかね、DMR っていうのは本当に今来てるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、なんて言うんですか、本当にね、なんて言うんですかね、この春パッチが入ってからね、BA4 のプレイヤー全体の命中率っていうのは、まあ、かなり下がったと思うので、まあ、それに比べて DMR はほぼ影響を受けないっていう感じなので、まあ、それで相対的に強くなってるんじゃないかなっていうのがね、あるかな。ということですね。で、具体的にどういう修正が加えられたかというと、まあ、上方向のリコイルとかはね、0.5 だったものが、2倍の1ポイントになって、まあ、その代わり初段反動が2だったものが1ポイントになったので、まあ、何も感じないんですけど、左右が 0.4 で、まあ、右方向 0.4、左方向マイナス 0.1 だったんですが、今では右方向 0.2 で、左方向がプラスの 0.05 になってね、まあ、より左右のブレっていうのが小さくなったって感じですね。で、悪くなった点もあるんですが、それがね、ADS の、精度、0.05 だったんですが、0.1 ポイントになってね。で、スプレッドデクリースも15ポイントだったものが、10になったということですね。まあ、その代わりリコイルデクリースがね、6ポイントだったものが8ポイントになっているという、そんな感じです。はい。でですね、まあ、他のね、DMR に比べて何がどう違うかというとですね、DMR っていうのは基本的にね、7.62×51 体。要するに、マーク11 MOD、AS53SV、SCAR-HSV、RFB、M39EMR なんかはそうですね。他はね、もうちょっと威力の弾、低い弾とかを使うんですが、SVD12 とかですね、あと SKS とか。まあそうなんですが、まあここら辺と比べていくとですね、大体みんなやっぱりマーク11というかね、DMR っていうのは意外と似ちゃうんですね。セミオートスナイパーはね、まあ、ハードラインでもかなり、差別化、この銃とこの銃何がどう違うのかっていうのは難しいんですけど、かなりね、BF4 でも、差別化はあんまり行われてないんじゃないかなっていう印象が受けますね。このね、7.62×51 体の、まあこういうね、ハイパワーな DMR の場合、15メートルまでが45ダメージで、減衰しきった80メートルで38まで下がるというタイプですね。まあ理論上3発当たりはやれるっていうことですね。これでですね、まああとね、ヘッシュとかが入ると簡単に分岐確定が取れるっていうね、まあいいところがあるんですが、まあみんな似ている理由としているのが、まずレートですよね。レートがね、260レートで、で、マガジンサイズが21発の方が多いっていう。まあ M39EMR なんかが300レートで、AS53SV がね、相談数26発で、こいつだとかちょっと違いますけど、まあ正直言ってあんまり変わらないっていうのがね、まあレートも変わらないし、そんなにね、相談数も21発でね、まあそんなに。すでにですね、AS53SV26 発ですが、特に相談数が増えてもですね、まあ、マーク 11MOD ね、こうやって動画で普通に使ってますが、相談数でね、21発で困ることもないので、正直、増やす意味もあるのかないのかよくわかんないって感じですね。まあ、まあ、多いに越したことはないけどね。まあ、そんな感じです。で、差別化されているポイントとしているのが、一つ、弾速ですよね。一番速いのが M39EMR、あの、M14 みたいなやつですね。650で、次がこいつ、マーク11で640。これでですね、まあ、だんだん遅くなってきて、SCAR-HSV で620で、RFB で600、AS53SV で、580ということで、まあまあ、このマーク11は早いということですね。M39EMR がね、レートも高くてね、弾速も早いっていうのが、ちょっとなかなかやばい匂いがしますが、まあね、まあ M39EMR にもね、ネックはありますので、まあなんとかなるんですが、マーク 11MOD はまあなんとなく、弾速も速くて、なんとなくね、リロードも速くて、使いやすいかなっていう印象は受けますね。これでですね、リロード、ですね、リロードはね、まあ、1.85、2.3 のね、SCAR-HSV が一番速いんですが、こいつもあんまり変わらない 1.85、2.4 ですね。SCAR-HSV とね、SCAR の系列と、この M16 系列のやつは基本リロードが速いんですね。で、遅いのは何かっていうと、AS53SV みたいにエース系列のやつとか、RFB みたいにブルバップのやつですね。ブルバップだとね、リロードが 2.5、3.2 なんかになってきてね。まあ、エース系列のやつと、RFB みたいにブルバップのやつはちょっとね、リロードが遅いかなっていう感じですね。ついでに M39EMR もあんまり速くないですね。うん。まあ、M39EMR は AS53SV に比べてほんのちょっと速いかなぐらいでね、AS53SV とほぼ変わらないので、まあ、RFBA じゃねえや、M39EMR はね、リロードはちょいちょい遅いかなっていう感じですね。うん。
で、まあ、リロードによって、まあ、なんとなくちょっとだけ差別化されてるんですが、リコイルもね、まあ、なんとなく似てるんですよね。リコイルデクリースの値とかが変わってくるので、なんとも言えないんですが、こいつのリコイルデクリースは8ポイントですね。上方向が1ポイントで、左右が、0.2、0.5。うん、まあ、右、左の順番で言いましたけどね、今ね。で、0.2、0.5 はね、どうなんですかね。まあ、そんなにでかくはないかなっていう感じなんですが、RFB とかだとね、例えば右方向 0.3 で、上方向 0.9 なので、まあ、上と右のね、日が違うみたいなね、そんな感じのやつが多いんですね。上方向1ポイントもね、スカイ HSV とかね、エース 53SV だと一緒になりますし、まあ、どうなのかなっていう。まあ、スカイ HSV がね、なんて言うんですか、左右が 0.05 ポイントなので、ほぼ上にしか行かず、しかもレコイルデクリスもでかいので、まあ、かなりこれ見るとかなりスカイ HSV っていうのは強いんじゃないかなってことが想像されるんですが、まあ、エース 53SV とかだとね、右方向 0.3 で、左方向マイナス 0.1 とかね、なってたりとかですね、するわけなんですね。うん。ついでにね、M39EMR は上方向 1.2 ポイントで、こいつだけやけにでかくて、まあ、左右が 0.2 ポイントで、これもまたでかくて、リコイルデクリスもでかいっていうね、まあ、すべてがでかいってやつですね、M39EMR はね。で、マーク 11MOD の場合ね、ADS ノットムービングの精度が 0.1 っていうね、これもね、0.05 から変えられたポイントなので、まあ、大きいんですが、ついでに他のやつはですね、0.125 なんですね、精度がね。マーク11がね、一番強いところはこの精度でしょうね。ADS のオートムービングの精度、0.1 ポイント。ヘビバレつければいいんじゃねっていうふうにね、思う方も多いと思うんですが、ヘビバレをつけるのは正直そんなにおすすめしないですね、DMR にね。もう DMR これ以上精度上げてもあんまり変わりませんし、アキュラシープロッツっていうね、なんていうんですかね、一発目、二発目、三発目がどういうふうに着弾するかっていうね、ものを示す、まあ、図みたいなものがあるんですが、それをやる、それで見るとね、ヘビ割りだけつけると、ヘビ割りつけると、一発目から二発目の上がり、要するに、一発目打って二発目打った時に、まあ、どんくらいそれが離れるかっていうのが、明らかにね、目に見えて変わるので、まあ、ヘビ割れつけて、まあもちろんね、一発目が当たる、サークルっていうのはちっちゃくなるんですけど、まあ精度は良くなるわけなんですが、その分。まああんまりおすすめじゃないかなっていう感じですね。うん。んで、まあ、ヘビ割れをおすすめしない話はいいとして、精度とかなんですが、まあ、こいつはね、精度がいいっていう話はしたと思うんですけど、他の DMR に比べて。んで、まあ、腰舐めとかは、まあ、あんまり期待してはいけないことですよね。で、スプレッドインクリースパーショット、スプレッドインクリースパーショットね、普通の DMR と同じ 0.3 ですね。ついでにエース 53SV だけやけに小さくて 0.22 なんですが、まあ、それではあんまり変わらないっていう感じですね、他の DMR とね。うん。まあ、こんな感じです。おすすめのアタッチメントとかなんですが、実はですね、DMR ね、付けられるアタッチメントというかね、まあ、多くの方が付けるかどうか考えるポイントとしては、アングルマズルかね、アングルオンリーかマズルオンリーかヘビバレですかね。まあ、ヘビバレはおすすめしない話はしたと思うんですが、アングルマズルとかだとね、まあ、マズルブレーキ、ね、マズルブレーキはね、あんまり付けてもね、まあ、マズルブレーキオンリーだと操作感変わらないですね。アングルマズルぐらいだとね、アングルオンリー、マズルオンリーぐらいだとね、両方とも効果がちっちゃすぎるので、あんまりなんて言うんですかね、アキュラシープロッツで見てもね、ほぼ差を感じられないんですね。アングルマズルにしてやっと、まあ、一発目と二発目のね、高さが、普通のね、ノン、要するに何もつけてない時よりも、まあ、ちっちゃくです。なんていうか、一発目と二発目がね、当たるサークルの距離が小さくなるっていうことですね。で、その代わり、アングルマズルにすると何が変わるかっていうと、二発目がどこに当たるかっていうサークル、要するに一発目大体当たる場所はまあ大体一緒なんですが、二発目ってね、もうちょっとだけ精度は変わるので、まあ、スプレッドインクリーズで変わりますから、スプレッドでね、広くなって、まあ、もうちょっと広いターゲットに当たるようになってしまうんですが、その広がり方が2発目だとでかくなるっていうね、アングルマズルだとでかくなるっていうことですね。まあ正直ね、アタッチメントなしでも正直全然使えますし、アングルマズルでも使えますし、マズルブレーキオンリーでも使えますし、アングルオンリーでも使えるしね、正直何が強いのかっていうのはよくわかんないですね。もう本当にね、まあ、あんまりおすすめのアタッチメントはね、このレーザーサイトじゃなくてね、このターゲットディクテクターでしたっけ？まあ忘れちゃったけども、すでに。まあこのね、ピーとかやってね、勝手にスポットするですね、わけわからん装置をね、つけてるだけで、まあ、アングルとかマズルで撮ってるシーンも多々あるんですが、まあ、アングルマズルをおすすめにしてもいいんですけど、正直ね、普通のデフォルト、まあ何もつけない状態でも十分使いやすいので、あんまり差はないかなっていう感じですね。はい。まあ、とにかくね、この DMR ね、今遠距離やれますから、まあ、昔はね、DMR といえばね、なんか、どうしようもない武器みたいな感じでしたけど、今ではね、まあ、特にエース23とかがね、遠距離やりにくくなったからっていうのがでかいんでしょうけど、大変ね、正確に撃てる、ちっちゃいターゲットに対してね、もしくは、遠距離のターゲットに対して効果的なね、攻撃ができる、武器なのでね、
特にこういう遠距離が多いステージとかではね、ぜひ皆さんね、DMR たまには使ってみていただけたらというふうに思います。はい、そんな感じですね。というわけでね、今回のね、マーク 11MOD のね、この武器解説いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。This video is brought to you by G2A.com.